スケノブダム湖付近の空中写真。1977年撮影の2枚を合成作成。国土交通省国土画像情報をもとに作成。スケノブダムは、富山県富山市有り根一級河川、上岸寺川水系小口側に建設されたダム、高さ45.5メートルの重力式、コンクリートダムで、 北陸電力の発電用ダムである、同社の水力発電所、小口川第三発電所に送水し、最大 14,500kW の電力を発生する、ダム湖の名は、ユのべベという。上岸寺川の支流、小口川は、東、笠山、西笠山のふもと、東又谷、西又谷を水源とし、北へと流れる河川である。 その上流に位置するスケノブダムの建設工事は、北陸電力の前身日本海電機によって1928年に着工、1931年に完成したスケノブダム小佐岩の取水口より取り入れた水は、下流の小口川第三発電所まで導かれ、600メートルもの高さから落下する水の力を利用して水車発電機を回転させている。 完成当時は2台の横軸ペルトン水車発電機を持ち、14000kW の電力を発生していたが、後に回収され 14500kW の電力を発生できる水車発電機1台へと更新している。小口川第3発電所の有効落差は、現在621.2メートルで、これは揚水発電所を除いた。 一般水力発電所において日本一を誇る。発電に使用した水は発電所に面した新立ダム湖に放流され、さらに下流の小口川第二、第一発電所へと導かれる。小口川第三発電所について特筆すべきは、日本における最初期の揚水発電採用例であるという点である。完成から3年ほどが経過した1934年5月。 水車発電機とは別に揚水ポンプが設置された。新立ダム湖に蓄えておいた水を、再び、スケノブダム湖まで送り返すために使用するものである。水を繰り返し利用できるようにすることで、例えば水不足に陥った際など、使用できる水の量が限られる期間でも発電所の運用に支障が出ないようにした。この揚水ポンプは1968年に撤去され、 これをもって小口川第三発電所における揚水発電は終了している。小口川第三発電所に揚水ポンプが設置されるわずか1ヶ月前、長野県上見の地群品の町で池尻川発電所が運転を開始した。池尻川発電所は、関川の豊富な雪解け水を、のじり湖に汲み上げ、滑水機でも発電できるように備えておくものである。 小口川第三発電所と池尻川発電所は日本の用水発電の先駆けとして並び称されている。スケノブダムはアリミネダムからユーノベ峠を挟んで西に位置し、アリミネ県立自然公園に含まれている。完成以来、長きにわたって厳しい冬の寒さを経験してきたスケノブダムのコンクリートは表面がささくれ立っている。1994年には小口川に沿って、 アリミネ林道、小口川線が敷かれ、アリミネダムからスケノブダムを経て、ミズスゲートへと通じている。ユーノベ湖を一望できる高台には、展望台も設けられている。新立ダムと、道ダム湖に面した小口川第三発電所に関しては、林道から外れた山中にあり、管理のための資材運搬用に敷かれた線路の上を、トロッコが往来している。なお、下流の小口川ダム直下に設けられた、 小口川記念館には、かつて、小口川第三発電所で使用されていた、揚水ポンプや、ジョンソンバルブが展示保存されている。また、U のべ貯水池、並びに、小口川では、過去に放流されたニジマスが、自然繁殖を繰り返していることが確認されている。ありがとうございます。